おめでとうございます。これであなたも神羅マスター。神羅の素晴らしさを広める伝道師としてご活躍いただけます。それでは続きまして、神羅カンパニーが誇ります知識の中枢62階ライブラリフロアにお進みに。なんだ、お待ちしておりました。アバランチの皆様、私ハットと申します。ドミノ市長の使いでお迎えに参りました。市長っていうのはあの神羅の言いなりドミノのことか。はい、世界一の魔法都市ミッドガルの市長であられるドミノ様のことです。ビジュアルフロアにて異常なシステムエラーを感知しましたので、アバランチの皆様がお困りになっているのではないかと。市長が俺たちに何の用だ。それは直接お聞きください。ついてこいってことか。本当に市長がいるのかよ。こちらです。罠だったらただじゃおかねえからな。言われるがままに来ちゃったけど、協力者というかアバランチってバレてるし。こりゃ、おお、やっと来たか。遅かったの。あ、わしがこの魔鋼都市ミッドガルの市長ドミノである。ずいぶんと暴れてきたようだな。の誰が尻拭いをしてやったと思っとる。どういうことだ。どうもこうもないわい。お前らが警備に見つかるたびに、カメラに映るたびに、通報されるたびに、もみ消してやったんだ。感謝せえ。なんだ、分派の連中は知らんのか。わしがアバランチと組んでおることを。何？驚くほどのことではあるまい。このフロアを見てみ、市長とは名ばかりの実態はこの通り。資料室の一角に閉じ込められたただの老いぼれだ。この冷遇に怒りを覚えるのは至極当然なことと思うがの。はっ、だったら話は早え。うん、私たちを研究施設に入れて。研究施設？なんだ、目的はプレジデントじゃないのか。
囚われた仲間を救出したい。もちろんプレジデントの野郎もとっちめるけどよ。ねえ、シンラを引っかき回してくれるなら何でもええわい。じゃあ、64階までは何とかしてやる。なんだよ、ケチくせえこと言うなよ。わしができるのはそこまでだ。市長なのにか。市長なのにだ。ミッドガルの市長であるにもかかわらず、わしの仕事といえば資料の管理。重役会議にも呼ばれとらんわ。市長が毎日毎日資料の整理、紙をめくりすぎて指は切り傷だらけじゃわい。この痛み、あの男は知るまい。悔しい悔しい。あった、あんたの恨みは俺たちが晴らしてやるからな。落ち着け、深呼吸だ深呼吸。ふん、カードキーをよこせ。無理。これで63階のリフレッシュフロアまで行けるぞ。そっからはどうすんだよ。63階に協力者がおる。そいつから64階のカードキーを受け取れ。合言葉は市長最高だ。ミッドガルの市長は最高。誰が何と言おうと最高。お前が市長と言って最高と答えた者が協力者だ。分かったか。はい。アバランチの協力者がこんなビル内部に、しかも市長。お前が市長と言って、はい、分かったか。はい、分かってます。お困りのことがございましたら何なりとお申し付けください。協力者について何か知らないか。もちろん存じております。ただ我々も何かと大変でして、だからというわけではございませんが、多少のお心づけをいただけますと。金取んのかよ。機密情報を漏らすとなるとそれなりのリスクを伴いますので、そうですね、1万ギルほどいただければ。高すぎだろ。え、ま、金は全然あるんだよね。いいよ。64階に上がれるのは上級社員だけです。身なりの整った方を探されると良いかと。またその人はストレス発散のために63階へ来ているのだとか。そんだけかよ。おや、納得されていない。仕方ないですね。ではこちらをお納めください。あん、お心づけのお礼でございます。悪くねえな。やった、ハートビート、バレット武器だ。あ、片手銃。へえ、よい。あと、そうだ、あ、マキナバングルだ。防御力上昇か。クラウドにつけよう。で、バレットは今のハートビートにしようか。バレット、またマテリアスロット増えちゃったよ。どうしよう。もうあんまりつけるものが。これつけとっか。まさか市長が内通者だったなんて。本家の野郎、そういうことは教えとけよな。なるほどね。というかこの部屋、書物の量に対して席が少ないな。3000ギル。
内通者はまあそれなりに上品な格好をしていると下来れるんだ。市長が爆発。え？市長最低。市長最低って言ってるけど、さっきの市長爆発って言った？ダメだろ。おお。市長爆発。やっぱ市長爆発すんの？あ、いた。協力者ね。63階にいると。今62階仮想。ああ、ついには一つのフロアが高すぎて。仮想と上層に分かれてるっていう。さあ、約束の地の情報をくれ。せっつかれる私の立場を察してくれないか。あの強欲どもをさっさと黙らせて、偉大な研究に没頭したいんだ。エアリス、お前とな。母親に似てきたな。惜しいことをしたよ。何も逃げ出さなくても言ってくれさえすれば対応したろうに。本当に残念だ。最後の純血種だったのに。そうだ、母親に会いたくはないか。と言っても顕微鏡越しだがね。大切な個体を回収していないわけがないだろう。隅々まで調べさせてもらったよ。毛髪、皮膚から内臓、骨の一辺に至るまで。やはり古代種は素晴らしい。誇りたまえ。あるのは細胞まで美しかったんや。その表情懐かしいや。おっと、そろそろ会議の時間だ。それじゃまた後で。63階に到着。死んだ社員の憩いの場所へようこそ。こんな時間だけど、7番街の対応で残ってる人も多そう。自業自得じゃねえか。気を抜くな。協力者を探すぞ。おうよ、社員の働きぶりの見物と行こうじゃねえか。北条、決めプレートの瓦礫により家屋が倒壊した。アバランチの奴ら、どんだけすげえ爆弾使ったんだ。死んだじゃ。リフレッシュフロア。これはダメだもんね。忙しそうだね。非常事態だからな。調査を開始しています。軍人の影響範囲ってどうなんだか少しだけホッとする。問い合わせが殺到していると報告が。オペレーター AI で対応させて。協力者を探そう。警備もいねえみたいだし一息つけそうだな。わあ、働いてるよ。社畜じゃ。邪魔はできないね。
あいた。どいつだ。協力者は。それっぽい人に話しかけてみるしかないね。合言葉は市長。最高だね。大変そう。この人ではないな、どう見ても。身なりのいい格好をしてるはず、それなりに。すげえリフレッシュフロアだ。戦争が終わって誰だろう。平和になったと思ったのに。今回はスタジオに神羅カンパニー治安維持部門統括のハイデッカーさんにお越しいただいております。今回の人を卑劣極まりない事件に我々は強い憤りを覚えておる。神羅カンパニーはこのような犯罪行為には決して屈しない。必ずや首謀者たちを引っ捕らえ縛り首にすると市民の皆様にお約束しよう。はい、聞いているか卑怯者のあばらっちども。いいか、逃げても無駄だからな。他のプレートは大丈夫だよな。ウータイが誰がアバランチだ。本当なのか。このビルにいれば安心よね。救助活動は進んでるのか。どの人だ。この人じゃね。まだ燃えてるとこもあるのか。全然違うね。それなりに構えていると思うんだけど、飯食ってるしな、この人。カレーかな。この嫌な空気、戦争の前触れだったりして。ちょっと椅子をガンガン倒してしまうんだけど。フードラウンジがここ。あれはなんだ。シミュレーターだ。仮想空間で戦闘訓練ができる。そんなんで本当に強くなるのかよ。へえ。うん。ああ、そういえば仮想空間といえば、そうだな。PSP の方の FF7 は最初仮想空間スタートだったからね。いらっしゃいませ。何にしますか？ああ、いろいろ売ってるんだ。武器が売ってるぞ。ひょっとしてこれまでに手に入れてなかったもの、アイテムはここで買えちゃいますよと。さすが神羅。なんかクラウドの剣あるから買っちゃおう。あとこの辺も強力だな。これ一つ買おう。でハイパーガードをクラウドにしよう。ティファーはこのままでいいかな。チャンピオンベルト強いんだよね。シミュレーターできるっていうならやってみようかな。なんだあんたら、何か用か。市長。最高。話は聞いている。上へ行きたいんだろう。おうよ。カードキーを渡す前に力を試させてもらう。はあんたらが捕まったら俺たちだってただじゃ済まないんだ。当然だろう。これに挑戦してもらう。言っておくが簡単じゃないぞ。クリアできたらカードキーを渡そう。この人だったんだ、まさかの。どうする、諦めるか。やりますよ。先発3人組 VS チーム市長最高。もらえるのメガポーションだけか。はい。ロボットか。あ、これだけ？余裕でしょ。魔法で攻めちゃえばいいでしょ。いいからやろう。違う、 BP を対象に行きたい。そいで
あ、そうだ、ゼロレンジシュートっていうのをやってみたいんだ。痛い。バレットの新アビリティ。くらえ。お見舞いするぜ。お、なんだあれ。あ、なるほど、置き土産みたいなのやってるんだ。対象が A になっちゃう。こっちを。出番だよ。下がっている。クラウドは3だがと、うん、よし、痛い。攻撃頻度が高いな。A が邪魔くせえ。アンガーマックス期待してるぜ。気をつけてね。あとちょいだ。魔法いっかな。切っちまえ。覚悟はいい。終わりだ。一気に叩き込む。よし、オッケー。じゃあサンダーがよく効く。連携しよう。よし、やっちゃおう。危ない。頼りにしてる。おう、引っ込んどけ。危ない、アンガーマックス。いけんだろ。アビリティしか使えなくなったけど、チャクラで回復できる。作戦を変える。頑張るね。レイバー、いて、ま、危ない。一旦下がるね。クラウドもやばいな。チャクラだ。体勢を立て直す。頼られちゃうな。バレット、よし、一旦ティファーを優先。痛い、痛い、痛い。よし、すまない、長引かせた。クラウドのせいじゃん。これしかないのか。今は増えんのかな。シミュレーター終了。あんたらなら大丈夫だな。これで64階のミーティングフロアへ行ける。エレベーターも使えるぞ。あんたら一体何しようってんだ。仲間を助けに来た。シンラの研究施設に捕まってる。おお、北条博士のところか。そりゃ大変だ。あそこは関係者以外立ち入り禁止だぞ。方法は考える。北条はどこだ。そろそろ重役会議の時間だ。大会議室にプレジデントや北条、他の統括たちも勢ぞろいするはず。そんじゃ乗り込むが。プレジデントを人質に取っちまえばこっちのもんだろ。そりゃ現行犯で即拘束だな。敵の状況を知りたい。敵情視察か。まず男性用トイレに向かうといい。そこからダクトを通れば会議室を覗くことができる。わかった。マジかよ。あ、新たなコンテンツ。というかさ、チャドリーなんで当たり前のようにここにいるんだよ。クラウドさん、お待ちしてました。お忘れですか。僕はシンナカンパニー科学部門の研修生です。クラウドさんの状況は幹部限定のネットワークに侵入して把握しています。可能な限りサポートしますね。信頼度の上昇を検知。怪しまれないよう手短に行きましょう。超忘れたわ、研修生だったね。そういえば、まあ何も増えちゃいない。引き続
続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。じゃあシミュレーター全部やっちゃおう。